こんにちは、まゆさりです。2023年11月22日水曜日、ただいま16時56分こんばんは。今日の題名は、こんな元気に言う内容じゃないんですよ。今日の題名は山あり谷ありっていうことで、またトラブル発生しました。人生のトラブル発生しました。それで本当に今16時57分なんで、15分ぐらいで撮って30分には出して、うにちゃんのマンマをね、遠くまでまたもらいに行かなきゃいけないんで、帰り遅くなるとまたね危ないので、もう本当に皆さん聞いてください。もう聞いてくださいっていうかね、あのね、何から話せばいいだろう。もうちょっとね、すごいもうなんて話せばいいんだろう。もうこんなね、私ね、次出す動画もうめちゃくちゃもう決めてたんですよ。また鳥取のね、鳥取山陰で島根に行った動画第3弾で、おじさんに、大好きなおじさんに会いに行った第3章を、第3章を終わりの最終章の動画はもうちゃんと先週から作ってて用意してたんですよ。そしたらね、家でぐちぐち言ってる動画より、皆さん海が見えたり空が見えたり牡蠣が見えたりね、お城が見えたりで、皆さんの気持ちがちょっとでもね明るくなる動画を出したいと思っているのが基本なんで、そういうふうにね計画してたんですけど、もう本当にもうなんだろうっていうかね、これが人生ですね。本当にもう山あり谷ありもう本当にね、もう本当に最近あれなんですよ。2020ずっとね、皆さんに9月10月11月ってね、私自身がすごく疲れていたり、あと何て言うんですか、すっごい強い喘息が出て辛かった時にずっと励ましててもらったんで、もうね年末に向けてはね、なんかこう皆さんがねガンガン元気になってね、2024年新しくね迎えれるような、もう明るい動画でトントントンと行きましょうって自分の中で組み立ててたんですけれども、まあこれ3分喋ってます。もう本当にこれどういうことでしょうかっていう感じなんです。それでもう人生なんだかな、私もう本当にどうしようっていうような今問題が起きてきましてですね、それ分かったのがね昨日の夜中に発覚したんですよね。でそれはなんて言うんですかね、もうね、本当はもっと前から起こってた問題だったらしいんですけど、私が言うとめちゃくちゃ過剰に心配したり、過剰になんかこう思い悩んで体調を崩しちゃうタイプとみんなが思ってるから、私を守るために私に言わなかった問題、隠してた問題、思いやりで隠してた問題が、私が昨日嗅ぎつけて発見しちゃったんですね。それが夜中だったんです。でもこれはね、私はね自分のチャンネルでそれはね喋るけれども内容まで言いません。なんでかっていうとね、それは私一人の問題じゃないからです。私が言っちゃうとこれは残りますんで、私が言っちゃうとそれで具体的に言っちゃうと、その私は勝手に喋るのはいいですけど、その関わる人っていうのが、世の中の物事っていうのは何でも川に石を投げたらこう広がっていくように、
石を投げるっていうことは自分だけの問題じゃないんですよね。こうやって投げちゃうと、特にこういう SNS とか、こういう広まるもの、もしくはこうデジタルタトゥーっていうんですか、そういう残るものに対して、私は具体的に言っちゃうといろんな人が傷つく、後で見て傷ついたりとかあるのでね、はっきりはもう絶対この内容言いませんし、言えるような内容じゃないです、ないですけれども、じゃあなぜ撮ったかっていうことですよね。あまりにも問題が大きすぎてちょっとしんどいんで、でこれからね、私もう本当にきっぱり私これを機にこれを解決することに向けるための自分の体力と気力ですね、私は本当に軟弱な体ですけれども、もう本当に過敏な神経の持ち主ですけれども、これをねやっぱり生き抜いていかなきゃいけないので、そのためには健康ね、私が健康じゃないとね、やっぱりいとこもおいも、それからあとウニちゃん、大事なウニちゃんも守っていけないので、まずこの弱っちい私がなんとかやり、これを乗り越えていくためにですね、私今日大きな誓いを立てるために、自分のためにこの動画を撮りました。私前も言ったんですけど、ちょっと悩み事があるとお酒を飲むっていうのが30代ぐらいからありまして、でお酒飲んでも物事は解決しないわけですね。悩み事があってお酒飲んでもうさばらしにならないわけですね。逆に体調壊したりとか、分かっててそういうことするんですね。でワインの辛口のワインの辛口のフルーティーのがもう本当に大好きです。今でももうあったら飲みたいぐらい。でも私ね、ここで一大、これなんていうのかな、願掛けっていうのかな、一大決心をします。皆さんには何々って具体的に言えません。それは私だけの問題だからじゃないし、残るからです。でも私は自分がこれを乗り越えるためにここであれをします、ワイン立ちをします、お酒アルコールを一切断ちます。で今残っている薬膳酒みたいなのが私あるんですけれども、それを飲み切ったらもう一切アルコール断ちます。で立って、やっぱりね、悩んだりする人は、考えすぎたりする人はアルコール良くないらしいんですよ。なんでかっていうと、アルコールは睡眠を浅くするから。だからそういうやっぱりメンタルとかケアしていかなきゃいけない人っていうのはアルコールはやめなさいっていう指示が あるっていうのが一般論っていうか、医学的根拠なんですね。で私は分かりながらも、まあ飲んできたっていうか、そんな飲んでないですよ。たまに飲むんだけど、飲んで自己嫌悪になったりするんですけど、まあ月に1回とか2回大好きな焼き鳥をね、ギュッて純系をギュッて食べた時に本当にクッとね、でクッとでお寿司、上等のお寿司のね、美味しいところをウニとかイクラとかね、北海のウニイクラ、その海産のお寿司を食べながらこう生きてこう景色の見えるところで一人でワインをクーッとね飲む、そのたまの贅沢が大好きだったんですけれども、私ね、もうほんと今回大きな問題が起こってきてね、私もうワインやめて、もう一回ちゃんとね生活整えて、この大きな大きな岩のような問題に私立ち向かっていきたいと思います。もうね、本当にやわなね、やわなハートがしびれる、やわな気持ちや体ではこれ乗り越えていけないので、もう一大決心をして、ここで自分自身に約束します。ワインを断ちます。もう一生かな、誕生日みたいな、飲みません。
この問題が解決するのは多分一生かかる問題です。だから飲みません。ほんと辛いですよ。あのなんていうかね、私ね、自分自身は体が弱いこととかお仕事で悩むこと、そういった一般的な人が悩むことしか私の悩みってないんですよね。でも私っていつもいつもね、そういうポジションなんですけども、自分で自分をこうコントロールできない人がやってしまったことの後始末を私はいつもやってあげなきゃならない。誰もやってくれる人がいないんですよね。だから私がやっていかなきゃいけないっていう、まあその運命っていうか、まあそういうポジションなんですよね、子供の時からね。でそれで20代30代40代って、まあいろんな問題ありまして、で40代の半ばぐらいにもう50代60代70代のことを私はもう先に考えて、この自分の自身の人生をコントロールできないで問題を起こしたその人たちを、私が精一杯今できるだけのこの何年間でできる限りのその人たちのフォローをして、できる限りのその人たちに対する幸せになってもらえる私の知恵を絞って、人に聞いてその人たちが幸せになるようにやってきて、で私は自分の体、そのやってきたことによってちょっとボロボロになったんですよ。ボロボロになったけれども、これが最後のその人たち高校だと思ってやったんですね。だからもうあとはですね、60代70代はもう自分のことで、自分のことでも生きるの大変じゃないですか、年金問題とかいろいろね、自分のことで悩んで生きていこうと思っていたのにもかかわらず、大きなまた自分のことをコントロールできない人がいて、そういう人がまた大きな問題を起こしてたと。で私がそれを知らないっていうことはできるし、逃げることも避けることも遠ざけることも私の権利としてあるんだけれども、私の大切に思っている人が助けなきゃいけないんですよね。その人を助けなきゃいけないんです。だから私が知らないって言っちゃうと、この人、私の大切なこの人が、男とか女とかそんな別にしてね、この私の大切な人が、私がこれを知らないっていうことによって、この人一人が背負わなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。だから、私は、もう嫌ですよ、人のことでばっかり、もう人のことでばっかりで、ね、子供の時からね、なんで私が、ね、親の揉め事を子供の私が処理しなきゃいけないんだなって思って、いろんなことをやってきて、子供らしい子供じゃなかったわけですよ。でもまあそれも仕方ないなと思って生きてきながら、いいこともあったから。でももう45、50までにそのことはもう型はつけてしまったと自分で思ってたのに、また違うところから違う方面で来てしまって、でその人を私は見放せないです。やっぱりその人と一緒にそのことを解決していこうと決意しましたので、なんで私がもうこんな人のことばっかりで悩まなきゃいけないんだろうっていう思いますけれども、ほっときゃいいじゃんって、自分が壊れるぐらいだったらほっときゃいいじゃんっていうのが正論です。ほっとけないです。放ってしまったら、この人が、私の大事な人が苦しむから、私も一緒にね、なんか内地へと弱い体を鍛えながら、やっぱりこう行きます行きます行きます、そのために大好きなワイン立ちます。私が潰れちゃったら、ウニもね、ウニもこれからあと何年しか一緒に生きれないんです。ウニとはね、もう10歳なんで、もう先はすぐ見えてます。これからウニは病院とか行く数が増えます。私がしっかりして、私が収入をしっかりして、私が健康をしっかりして、ウニをちゃんとね、幸せで健康で最後まで見取っていけるように、私に責任があります。だから本当にもう何分も見ないでベラベラ喋りましたけれども、
はあ、もうやだ、なんでこんなことばっかりあるんだろう。昨日夜中に発覚っていうか、私が感づいてしまって暴いてしまって分かったんですけど、その時にあの YouTube のアンチのこととか、あの YouTube のこととかいっぱい悩んでたじゃないですか。その時パーってもう消えました。 YouTube のアンチのこととか YouTube のことで悩んだ私って幸せだったんだなって思いました。だから私がなんかグズグズ言っててね、私のことを好きなファンの人はあの、まあ、やっぱり私だって好きなあの好きな人がね苦しんでたら、あの動画で大好きな人とかが苦しあのなんて言うんですか、あの何十万人もいるね可愛い女の子の動画好きなんですけど、ずっと応援してるんですけど、その人とかマツコデラックスさんとかが辛いことあったら元気になってくださいって、大丈夫ですよって、こんな考えもありますよって、やっぱ好きな人は、自分の好きな人は幸せになってほしい、安心してほしいと思うじゃないですか。だから皆さんも私のことを好きだから、私のことを好きであってくれるから、私をいつも優しく守ってくださるじゃないですか。何を言おうとしたんだろう、なんて言っていいかわかんないんですけど、忘れちゃった、大事なこと忘れちゃった。でももう長いのでね、でも皆さん人生って、そうだからね、やっぱりもうそうだから私ね、今思い出しました、言うことをもう一回言いますね。だからその YouTube のアンチとか YouTube のことで悩んでた、本当に悩んでたんですよ、頭から離れないでね。で皆さんに優しくしてもらってたんだけど、意地悪な意見でね、よく私が YouTube で泣いたりすると、たまに泣いたりすると、涙も出てないくせに泣きまでんだろうとかね、何が悲しいんだっていう人がいたんですけど、いやでもね、そういう人の気持ちもちょっとね、あの心の中で思うのも分かりました。 YouTube のアンチの話、 YouTube で悩む話、あの本当に大きな悩み抱えたらね、ちっぽけなことだって今分かりました。だから私がギャ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 言ってたことがね、見ててね、そんな悲しむことかいなって言ってきた人の気持ちがね、今なんか分かります。だからそんなちっぽけなことにあのもう関わってないでね、本当にあの私ね、あるものに感謝してね、今あるものに感謝して、ないものをこうガーってこう求めてね、私はなんで不幸なんだろうとか思わないで、この問題をね、まあ残りの半生かけて、なんか解決していきたいと思います。はい、それではあのワインやめます。2023年、11月22日わけのわかんない動画です。皆さんの疲れてる時にこんな鬱陶しい動画、もういい動画です。でも自分のために動画撮りました。本当に皆さん長いことね、9月10月って私をねずっと励ましてくれて、やっと明るいのが出て安心してもらったら、またかよまゆさりちゃんって思うかもしれないけれど、これが今の本当の私です。2023年11月22日水曜日、心の中で言います。ハウオールド何歳の時に私、ワインを断ちます。なぜかというと、大きな問題を解決して、私の大切な、心から大切な人を守っていきたいと思います。それではね、バイバイキーン。いいね、いいわけないだろうけども、こんな暗い動画で、いいね、高評価、よろしくお願いします。よかったら応援もお願いします。じゃあね、皆さん同じです。風邪ひかないでください。同じです。あるものを喜び、自分にないものを追い求めてはいけない。あるものに感謝し、そしてあのない知恵を絞って、いろんな困難が起きるのが人生。失敗もいっぱいあります。嫌われることもいっぱいあります。それでは私あのね朗らかに、問題を解決していこうと思います。ワインは断ちます。バイバイキーン。おやすみ。